中国で教職員として勤務するために必要な条件は、教授法を熟知しているだけでは不十分です。教育者は、中共当局が示す政治的立場に沿って行動することが要求されます。中国の多くの学校で最近、教職員の募集を開始しました。しかし、応募条件には、あることが明確に記されています。それは、ファルンゴン学習者の応募は認めないということです。 ファールンゴンは、新善・忍という理念に基づいて、心身を治める気候修練法です。22年前、中共政権はファールンゴンに対する迫害を開始し、数百万人に及ぶ人々が拘束され、拷問を受け、さらには死亡しています。今年9月、中国東北部、遼寧省台安県で発出された教員募集通知では、 応募者はファールンゴンを収めていないことを証明する書類を提出する必要があり、さらには戸籍所在地の共産党委員会の公印も求められました。今年7月、河北省振興投資北大河振興の募集通知でも、ファールンゴンに参加したことのある人は応募できないと記されていました。一部の大学でも同様の条件を要求しています。その一つに、大慶市販学院が挙げられています。 同学院は今年9月、応募者に対しファールンゴンに対する認識やファールンゴンへの取り締まりに関する態度を応募書類に盛り込むよう求めました。ファールンゴンへの禁止を指示しなければ就職することができないとしています。他にも少なくとも5つの大学が応募者がファールンゴンを修練していないことを明確に要求しています。現在、アメリカ在住の王福花さんは、湖南省出身のファールンゴン学習者です。 中国に住んでいた頃は、小学校教員として勤務していましたが、ファールンゴンを治めていたために免職されました。実は当時、私は小学校の教師で、クラス担任もしていました。当時、私は二度陳情しました。 中国共産党は嘘をついており、ファールンダーファーはとても良いものだと伝えたかったからです。このため、学校側が中国共産党が発行した文書に基づき、私を退職処分にしたのです。王福華さんは、中共は実はファールンゴン学習者の教員就職をずっと禁止しており、これは中共の本質に関係していると指摘しました。 中国共産党の体制はプロパガンダと軍隊を絶対的な統制下に置く必要があります。教団に立つ教師は多くの子どもたちを前にし必ず子どもたちにどう振る舞うべきかを教えるでしょう。私たちは真善人の原則に従います。私たちは伝統文化がどれほど素晴らしいものかを知っています。しかしこれは中国共産党が望んでいるものではないのです。 中共当局によるファールンゴンに対する差別は教育分野に限られたものではありません。他にも公安や警察、国営企業や国家機関、さらには一部の民間企業でもファールンゴン学習者を採用してはならないとしています。アメリカ在住の人権派弁護士、ゴ・ショウヘイ氏は、これは組織的な人権迫害だと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。